皆さんこんにちは、横浜リオです。今日はですね、めいっ子のお誕生日があるので、朝からね、みなとみらいに買い物にね来ました。いやー、平日のみなとみらい見てください。これほら皆さん、こんなに空いているんですよ。もう素晴らしいじゃないですか。みなとみらい独り占めということでですね、今から買い出しに行ってまいります。はい、というわけでですね、買い物から帰ってきてなんだかすでにお疲れちゃーな私です。はい、でもね、そんな疲れてる暇はないんですよ。もう結構ね、時間が迫ってきておりますので、はい、まずはサルサのね仕込みから行ってまいりましょう。こちらはですね、完熟トマトをね切っております。真っ赤で美味しそうなトマトですよね。はい、こんな感じで入れましたら、オレガノ、まずね、ここの中に入っているのは、ニンニクのみじん切りでしょ。で、玉ねぎ、ハラペーニョ、完熟トマト、塩、オリーブオイル、オレガノですね。まあ、こんな感じの材料がですね、この中にはぶち込まれているわけでございます。はい。でね、サルサなので、すごくね、爽やかなソースなんですね。もう本当にメキシカンなんですけれども、ステーキを焼いてね、それにね、サルサつけたりして、結構いろんな場面でサルサって使えるので、本当にね、万能なソースだと思っておりますよ。はい、皆さん、これをね、ただ混ぜるだけです。簡単ですよね。はい、お次はね、タコミートを作ろうと思っております。こちらニュークイックでね、なんかたまたまこの日がね 20% オフだったんですよ。大量に買う日だったので、いやー嬉しいですよね。で、こんな感じでね、国産の赤身の牛肉をですね、炒めておりますよ。これね、油を結構取るので、まあ、多少油があってもね、こんな風に流してね使うわけでございます。ほら、油がねいっぱい出るでしょ。そして油をねしっかり取った後は、こんな感じでですね、シーズニングを入れるんですね。はい、タコスのねシーズニング、これね、裏にね分量書いてありますから、その通りにね、こうやって入れていきます。はい、でひたすら入れましたら、裏に書いてあるですね、分量のお水を入れまして、今度はねコトコト煮るわけでございますよ。はい、皆さんもう少々お待ちください。結構ね煮詰まってきましたら、ここで私はですね、ちょっと一工夫、カレー粉入れてるんですね。そうすると結構お味が濃くなりまして、美味しいですよ。はい、でこちらがですね、タイ料理のトートバンクンっていうですね、エビのすり身と豚肉を合わせて揚げたものなんですけども、パクチーのね根っこと茎をいっぱい入れてるんですよ。もうね、これ下準備、エビちゃんが臭いのでね撮影できなかったんですけども、とっても美味しいものでございます。はい、そしてね、こちらが私の姉が作ったねケーキですよ。めいっ子がね、とっても羊ちゃんが大好きなので作ってくれました。とっても可愛いですよね。でこちらの断面は、はい、こんな感じでね、レインボーケーキ、とっても綺麗でした。素晴らしいですよね。めいっこちゃん、本当におめでとうございます。というわけで、今回もですね、皆さんご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。